さあ今グリーンフラッグ、各マシンエンジンに火が入って、さあ今コースインが開始しました。一周のフォーメーションラップ、そして各グリッドについてのスタートになります。2013モティビカートレース第5戦ファスタークラスの第1レースがスタートします。ポールからのスタートはチームハーツ山下浩二、予選ではタイムトライアルでは41秒039をマーク。2番グリッドからのスタートは相田秀人になります。2列目からのスタートは小林大輔、その横には長谷川拓磨が並びます。3列目は安藤義則と東隆人、4列目は石井誠と真原修、5列目からは和田紀彦と手塚義人、6列目からは田中俊久と浅川邦博になります。さあ今各マシーンがグリッドにつこうというところです。さあこれから1コーナーのシグナルが、まあ、レッドが点灯して面灯ブラックアウトしたらスタートになります。後方でグリーンフラッグが振動、まもなくスタートになります。パンサークラス第1レースの決勝、まもなくスタートになります。今シグナルが点灯、ブラックアウト、今スタートが切られました。さあトップからのスタート、ポールからのスタートの山下浩二がホールショットを決めていきました。もう早くも裏ストレート後ろを突き放しています。そして5番手争いでしょうか、5番手争いあたりか、3台が並んだ状態で3コーナーに入ってきましたが、さあトップはゼッケン21の山下浩二が逃げています。その後ろ2番手にはこれ、ゼッケン25ですね、ゼッケン25、長谷川拓磨が4番手から順位を上げてきています。トップ争いは今第10コーナーの第2ヘアピンを立ち上がって最終コーナー、今コントロールラインを通過、まず1周目を制しましたのは山下、2番手にはあっとと、うん、最終コーナーでゼッケン23の間が、あとゼッケン12の、ゼッケン12でしたね、マハラがチンをしましたが危なかった。トップ争いは今第1ヘアピン第6コーナーを立ち上がってダブルコーナーへと向かいます。ゼッケン21の山下がトップ、その後ろにゼッケン25の長谷川が続いて、その後ろに東が来ています。東の後ろには小林大輔、石井も続いている展開でしょうか。今コントロールラインを通過、トップは山下、2番手長谷川、その後ろに長谷川と続きました。トップ争い3コーナーでインに入ろうと、あーっとスピン、2番手山下、いや山下じゃない、長谷川ですね、長谷川が今インにねじ込もうとしたところ、その先にスピンをしてしまいました。さあトップは山下、2番手が長谷川です。今ダブルコーナーからさあ進んでいきますが、トップが山下、2番手にはゼッケン24の東が上がっています。3番手には小林、4番手が石井です。5番手が和田、6番手が安藤になります。先ほどまで2番手を走っていました長谷川ですが、7番手あたりまでその順位を落としていますでしょうか。さあトップは今第1ヘアピン第6コーナーを立ち上がってダブルコーナーへと入っていきます。トップの山下のラップに対して、その後ろ東、小林はコンマ2秒ぐらいそのペースが届きません。さあ今最終コーナーを立ち上がってトップがコントロールラインを通過ですが、この周回では2番手東がトップの山下よりコンマ3秒ぐらい速いペースで来ています。今2コーナーから裏ストレート、ここで最高速が出ます。3コーナーと4コーナーのブレーキング、
立ち上がって5コーナー、そして6コーナーの第1ヘアピンへと向かっていきます。トップ、ワン、ツー、スリー、フォーと、この4台が、まあ、等間隔でといった展開です。トップは山下、2番手が東です。3番手が小林、4番手が石井というオーダーです。今、第10コーナーの第2ヘアピンを立ち上がって、最終コーナーへと入ります。トップは山下、今コントロールラインを通過、2番手は東、3番手小林、4番手が石井です。この周回ではトップの山下が自己ベスト41秒19をマーク、そして6番手の安藤が40秒835とファーストストラップをマークしています。さあ安藤6番手を走行というところで、その安藤が第1ヘアピンで今一つポジションを上げました。ゼッケン22の安藤がその前を走ります。和田をパスして5番手に上がりました。そうファーストストラップをマークしながらですね、この後前のトップ争いの4台を追いかけます。今6周を終えまして7周目に入りました。7周目に入りました。残り周回は5周、4周ですか、5周になりますね。残り周回は5周です。トップは第1ヘアピン、立ち上がってダブルコーナーへと向かいます。さあカーナンバー5の安藤はいいペースで前を追いかけたいんですが、2秒ぐらい離れてしまっていますから、この先どこまで追い詰めることができるかというところ。さあトップが今最終コーナーを立ち上がってコントロールラインを通過。3番手の2人、3番手の2人、小林と石井が、この2人がやり合っています。接近してきています。フラストレート3コーナーから4コーナーに入っていきます。トップ争いです。さあその先のブレーキング3番手入れ替わるか。ああ3番手ちょっと接触、ちょっと接触、ゼッケン14の小林のリアタイヤに少し石井が当たってしまいましたが、まあここは2人とも大きくロスはなく、立ち上がっていっています。トップが最終コーナーを立ち上がってコントロールラインを通過しました。8勝を終えて9周目、12周の決勝レースです。残り周回は3周になります。ここでカーナンバー12に対して白黒が出てますか。ゼッケン12、マハナに対して白黒旗が出ています。トップは今第6コーナーを立ち上がってダブルコーナーインフィールドに入っていきます。トップはゼッケン21の山下浩二、逃げます逃げます。でもその差はコンマ4秒差というところ。先ほどの周回ではコンマ2秒後ろの東からその差を離しましたが、この周回ではまた縮まっているようにも見えます。この周回ではコンマ2秒東がやり返した。その2人の差はコンマ3秒ぐらいといったところです。今裏ストレート3コーナーに入っていきます。トップ争い、その後少し離れたところで3番手争いの小林と石井がやっています。先ほど小林のギアにヒットしてしまいました石井でしたから、でもここで3番手が入れ替わる。6コーナーの飛び込みで石井が3番手へと浮上しました。残り周回は2周です。残り周回は2周。トップのマシンが今最終コーナーを立ち上がってまいりまして、コントロールラインを通過していきます。残り周回は2周です。トップのこの2台の争い、そして3番手石井と小林の争いです。そして少し離れたところ5番手に安藤が行きますが、安藤のペースは悪くないんですが、前との差はなかなかこれじゃ追いつかないなっていうところ、コンマ2秒とかそういったラップです。トップ争い、ゼッケン21、ダブルコーナーを立ち上がってインフィールドを抜けて最終のセクションへと入っていきます。最終の第2コーナーを立ち上がって、そして最終コーナーへと向かいます。トップ争い、今コントロールラインを通過、ファイナルラップへと入ります。ファイナルラップ、トップ争い、山下と東のそのギャップはコンマ2秒差、コンマ268秒差。裏ストレートでその差あまり縮まらないか東。今4コーナーを
立ち上がって5コーナーへと向かうところ、何かを願う思いで前にグッと頭を下げますが、さあ第1ヘアピン、第6コーナー立ち上がってインフィールド、ダブルコーナーへと入っていきます。このトップの争いの2台ですが、さあ仕掛けるまでのその差届かないか、東が今ハンドルを叩いて悔しがります。第2ヘアピンを立ち上がって最終コーナー、この第1レースは山下が見事に制しました。2位には東、3位にはゼッケン2の石井が入りました。4位には小林、5位には安藤、6位には長谷川が入ります。さあその後ろゼッケン12、マハラが入ります。相田も入って和田が9位でチェッカー、ゼッケン7の田中が10位でチェッカーを受けます。その後ろ手塚、そして浅川とチェッカーを受けました。モディキカートレース第5戦パンサーの第1レース決勝、見事にポールから山下が制しました。2位には6番グリッドからのスタート、東隆人が入りまして、3位には石井、4位には小林、5位には安藤、6位には長谷川という暫定オーダーとなります。